南極を除いた世界5大陸の名前を言ってください。わかった。あれだ、太平洋。世界一人口が多い国はどこ？フランス。モンサンミッシェルはどこにありますか？メキシコ。違います。問題です、はい、国旗の国を答えてください。はい、じゃあまず最初これです。いきますかね。せーの、ブラジル。オッケー、はい、せーの、ブラジル。え、まずいね。全然わかんないですね。全然わかんない。予想もないですか？これネパールですね。ちょっとネパールって思ってます。絶対嘘や。本当です。本当？はい。なんだっけ、あとね、ステリオ、あのね、ステリオ。わかんない。なんかめっちゃ見たことあるってか、なんだっけ。中東アジアだよ、中東アジア。アジアらへんじゃないですか。さあ、どこでしょう。え、イラクとかイラン。いや、違いますね。トルコ？違うか。いや、ちょっとわかんないです。やばい、バカがバレちゃう。はい。オーストリア。はい、正解です。違う。はい、ベトナム。正解です。分かんないですか。パスですか？はい、これは、ドイツじゃない。でも大ヒント言っていいですか？ピラミッドがあるところです。待って、ピラミッドあるところですよ。 Oh Lord。インドネシア。いや、エジプト。ベトナム。なんで？エジプト？エボ。はい、エジプト。エジプト。何？あ、そう。なんだっけ？いや、わかんない。わかんないですか？ガーナみたいな、なんか絶対違う。あ、近いです。まあ大陸は一緒です。そうですよね。うん、アフリカ系の、うん。アフリカ系のジャマイカとかじゃないし、わかんないです。パスで。アフリカじゃない。違う。これは？何これ？絶対無理。南アフリカ。正解です。あれなんだっけこれ？これマジアだよ。アジアか？わかんねえ。アメリカ。アメリカ。フィリピン。フィリピン。スペイン。バカじゃないの。違いますからこれは。はい。わかんない。見たことない。わかんないっす。フィリピンっすね。フィリピンでどこにあるかわかります？サウジアラビアとかそっちも。はぁ、正解です。やった。え、これある。違うよ。もうやば。え、病気だよ。わかる？わかんない。イタリア。なんだっけ、ロシアじゃなくてフランスじゃなくて、うん、フランス建てだもんな。うんうんうん。やばい、わかんない。フランス。違います。あ、フランス。違う。違うか。え、これロシアか。ロシアか。これフランスだっけ。ルーマニア。タイ。タイ。違う。オランダ。違う。バリオマイスマートウォッチで。オランダ。正解です。イギリス。違う。イギリスじゃない。ドイツ。違う。ドイツじゃねえ。違う。ブータン。ペルー。わかんない。わかんないです。パスで。メキシコ。ピンポン。まあね。おお、さすが。はい。カナダ。これは分かる。これは OK。あー、これ見たことある。わかりますか？わかんない。近いですよ。はい。中国。あ、近い。韓国。韓国。違う違う。台湾。正解。ざけんなよ。マジで。やる。あ、だ。なんだっけ、あれなんだっけ、なんだっけ、あのあれみたい、ヨドッパらへんの、そうですね、顔がいい人たち。なんだっけ。見たことありますか？パス。イケア見たい。あ、イケア。そうそうそう。正解。すごい。はい。分かった。はい。オーストラリア。はい、ピンポン。はい、正解。はい、サウジアラビア。正解。なんだろう。赤と白。赤と白。
東南アジアです。東南アジアか。インドネシア。ピンポン。なんかカーから始まりそうですよね。カーから始まりそう、違いますね。なから始まります。これもわかんない。わかんないですか。わかんないです。ごめんなさい。次ナイジェリア。ピンポン。さすが。いや、さすがにこれインド。違います。頑張って頑張って。カンボジア。違う。いや、わかんないです。ナイジェリアス。惜しい。いや、惜しくない。全然大陸も違う。こっちか。クイズ問題で南極を除いた世界5大陸の名前を5つ答えてください。やばい、バカバレる。やばいやばい。待って、一個目でこれだけど、はい、アジア。はい、アジア大陸。アフリカ。アフリカ。アメリカ。アメリカ。え、すごいじゃん。オーストラリア。ラリア。その辺のことを、そのオセアニア。ピンポン。すごい。なんだっけ。やべえ、チリとか。チリ全然わかんない。他もっと有名なとこありますよ。ヨーロッパ。はい。アジア、アジア言いましたっけ。アジア言いました。アメリカ。アメリカ。アメリカ。ね、大陸の名前です。ヨーロッパ。はい。ヨーロッパ、南アフリカ。アジアとかじゃないの。アジア。アジア。お、そういうこと？うん、大陸の名前。南アフリカ。え？アフリカ？アフリカです。アフリカ。何個？あと、あのこっち側のやつとこっち側のやつでね。じゃあ、お、違う違う、日本がここにあってこのやつ。アジア、ヨーロッパ、アフリカ出ました。リオデジャネイロ。違う。違うよ、お前。恥ずかしい。チリだよね、これ。そうですね、チリだよね。チリチリがこれ。はい、あれだ、太平洋。笑い海。笑い海。結構で恥ずかしいから。られてるからちょっと顔隠してモザイク処理できます、ね。次いきます、ね。あの人口が多い国トップ3でランキングで。あ、はいはい。それから。インド。え、抜いたっすよね。あれインドが1位になったんじゃなかった？で中国。もうわかんない。ロシア。ロシア。ロシア。人口が多い国よ。世界一人口が多い国はどこ？フランス。フランス？人口が多い国ランキングトップ3。インド、中国、うん、アメリカ。正解。世界で喋られている言語トップ3。え、外国語。いやけ、外国語を聞いとっちゃう。ああ、そういうことか。アメリカ。オーマイガー。アメリカは何語喋ってますか？英語。はい、英語。で次がですね、世界で喋られている言語トップ3。まあ、英語。はい。違います。中国語か。はい、中国語。あと一つ。3位どこだけ。3位がスペイン。違います。え、まあ、その人口のあれで考えた方があれかも分かんないですね。え、ね、インド語。何、インド語って言ったら何？ヒンドゥー語。ヒンディーですね。はい、正解です。次は世界遺産のことに関しての質問です、はいはい、マチュピチュがある国はどこですか？めっちゃ行きたいんだよな。じゃあ分かるんじゃない？いや、分かんねんだよ。マチュピチュ行きたいけどどこにあるか分からん。分かんないんですよ。どこだろう。ヒント欲しいですか？はい、南米っす。南米。南のアメリカ。そう、南アメリカっすね。南アメリカって言われても分かんないね。マチュピチュはどこにありますか？違います。チリ。惜しい惜しい。チリ。マチュピチュ違います。でも南米ですね。アルゼンチン。これです。違います。近いよね。ワルダの国。どこですか？マチュピチュだ。浮かんだ浮かんだ。まあ日本語で表すと3文字ですかね。3文字。ペル。ペバン。おお。で次、アンコールワット。あ、どこに？何それ？アンコールワット。アンコールワット知らないです。聞いたことない。あります。ありますよね。わかんないですか？どこにあるか。アジアで多分。そう、アジア、アジア。え、アジア全部言ってるべき。全部言える。アジアめちゃくちゃある。言えない、言えない。めちゃくちゃあるよ、アジア。マチュピチュはどこの国にありますか？ペル。はい、正解です。次はアンコールワット。カンボジア。はい。モンサンミッシェル。あ、はい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 。
はどこにありますか。いや、わかんねえよ。うち調べた、これ小学校の時に、ね、綺麗、綺麗なとこ。ディズニーじゃん。これ、これヨーロッパにあります。みんな絶対知ってる国。パリ、フランス、ピンポン。どっち、どっち、フランス、フランス、パリ、パリは国名です。正解。ナイス。